リー・ボガードとランディ・ボガードのワイルドクッキング。ああ、ゲームの合間にちゃちゃっと作れる美味しい簡単メニューってないかな。腹減ったな。困ってるようだな、アンディ。その声はシュッパーマコー。ああ、ちょっと兄貴、オッケー。ビッキリオッケーじゃないよ。困った時の救世主、兄貴ことテレブラの水さん。兄貴、久しぶりだな。久しぶりにガロー先生3の時の衣装で来てみたぜ。あ、破けてないんだ。破けてないんだ、アンディ。なるほど、困っているのかな、アンディ。そうなんだよ、ゲームの合間にでも簡単に作れる美味しい料理ってないもんかな。サムライスピリッツコレクションばっかやってるな。よし、いいだろう、そんな願いをお前叶えてやるぜ。ほんとかい、ハルキ。本日のワイルドクッキングはこちら。なんだい、腹も満たせる美味しいさ抜群、チキンラーメンチャーハンだ。チキンラーメンチャーハン。そうだぜ、バスター。おう、なあ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 、わ、兄貴、わしらってんだろ。痛いよ、兄貴。パワーだ。なあ、おそい、バスター。おう、なあ。さあ、続きをやろうつか。兄、チキンラーメンチャーハン食べたことあるか。俺まだないんだ。美味しいぞ。本当にチキンラーメンだけでそんなに美味しいチャーハンが作れるのかい。用意するものをご紹介しよう。材料はまずチキンラーメン1袋。そして、まあ、炊飯器で炊いたご飯の麺が、今日は電子レンジで炊きたてご飯を使う。なるほど。ああ、そして用意するのは卵だ。なるほど、エッグだね。アンディ、材料はこれだけだ。おいおい、冗談はよしてくれよ。これだけで極うまチャーハンが作れちゃう。ワイルドクッキングだぜ。何言ってんだよ、俺はまだ信じてないからな。うわ、パワーゲイザー。うわ、超必殺技のパワーゲイザーだ。バスターオーなぁ。オッケー、私は信じてないよ、兄貴。料理に行ってくれよ。オッケー、さあまず行くぞ。え、下ごしらえが必要だ。お、確かにそうだね。まずはな、ご飯を温める。先生まで開けてくれるか、アンディ。開けてるよ、先生まで開けたぜ。行くぜ、勝利部だ。開いたぜ。アンディ、尺がある。尺があるから。そうか、これに50秒も何十秒も使わないで。これすまねえ、兄貴。なんだなんだ、アンディ。そしたらこの中にお前の三元拳でぶち込んでやれ。三元拳、いけ、アンディ。大英検だ。オッケー、決まったぜ。よし、そしてこれでチンするぞ。さあ、その間にだ、サラダの下ごしらえだ。卵を皿の上に出すな。卵を皿の上に出す。ああ、1個、2個でいこうか、今日は。2個でいくのかい。ああ、卵おいしい方がおいしいからな。大丈夫だな、よっしゃ。1個でもいいんだが、今日は2個使おう。分かった、じゃあ、割るぞ。証券。いいぞ。よし、来た。ナイス、証券だ。よし、ここだね。もう1個だ。よし、ぜ、証券。オッケー、ナイス、証券だ。チャカチャカかき混ぜるんだ。オッケー、じゃあ、行きます。そうだ、いいぞ、箸を立ててな。卵のかき混ぜ方がよく分かってるようだ。泡立ててきたよ。お、うまいじゃないか、アンディ。お、いい感じだ。いい感じだな。おい、結構ワールドに混じってきたぜ、兄貴。いいぞ、いいぞ。オッケー、次は何だい。さあ、そしてこの卵な、美味しくなるようにおまじない込めて、パワーゲイザー。わお、すごい火力だぜ。これはお好みでやってくれ。さあ、ワイルドだね。最後の仕上げだ、なんだい。チキンラーメンをな、まず砕かなければいけない。あ、なるほどね。俺たちの出番だ。なるほど。このチキンラーメンをどんどん砕いていくわけだが、まあ、のべ棒でものし棒でも何でもいいけどな。あ、叩いて砕くのね。俺らは伝説の狼、ボガード兄弟だろ。そうだな。俺らなりの砕き方でいくぜ。分かったよ。いくぞ、パワーウェイブ。バンナクバンナクバンナクオッケー、結構砕けたけど、よし、兄貴、俺にもやらせてくれよ。オッケー、アンディ、よく持っててくれよ。オッケー、いくぜ。オッケー、まさかお前クライマックス直射殺技でいったな。KOF14 のすごい威力だろ。なぜなら破けてもうラーメンが兄貴にぶつかっちまった。思いがけず開いちまったさ、アンディ。お前のすごいな、クライマックス一つの音は半端ないダメージだ。よかったよかった。さあ、もう少し砕きますね。あれ普通だな。よく粉々にしてくれよ。よく粉々に、決して食べ物で遊んじゃダメだぜ。俺たちは美味しくなるってお祈りを込めて外座を出してるのね。バーンゲイザー、ワイルドだね、アニキ。オッケー、ワイルドだぜ。オッケー。さあ、ここまで砕いたら、アンディ、丼に少し麺を入れるのか。ここで投入する。おお、すごい、見てくれよ、こんなに粉々になってるぜ。俺の T シャツに返り血のように麺が1本ついてたんです。よかったな。
ほら、こんなに粉々だ。いいね。さあ、ここで粉々になった麺にお湯を用意する。あ、でも入れすぎないように気をつけてくれよな。どういうことだい？うっすら浸るぐらいで構わない。あ、この粉々の麺がこれを浸るぐらい。少し浸るぐらいだな。麺がほぐれるぐらい。え、こんなもんでいいの？こんなもん。これ見えるかな。なかなかちょっと浸ったぐらいで。浸ったぐらいで構わない。見えるか。そうこうしてる間にご飯が炊き上がるはずだ。できたのか？できたのかな？あっち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 よ。おい、アンディ、悪そうな。アンディ、やりすぎたことは、あっちいや。ほんとか、アンディ。うわ。はい、そんな熱いわけないだろ。うわ。あっち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 。うわ。熱いな、アンディ。オッケー、開けといてくれ、アンディ。開けるんだな。おう、オッケー。ここからがワイルドクッキング、簡単に。熱いな。できるぜ。いい感じで。いい感じだぜ、アニキ。調味料は一切使わない。確かに、ここまで。チキンラーメンの味だけでいくからな。でも、アニキ、なんか、この麺を入れたとこから、結構いい香りしてきたな。そう、これがチキンラーメンの旨味だよな。よっしゃ。オッケー。じゃあ、火を点火したいけどな。今日はどうやって点火しようか。アニキ、ここは俺に任せてくれ。どうしたんだ、点火だ。つけるかいそのままつけるワイルドだろ。ワイルドなんで。さあ、フライパンをよく熱します。はい、よく熱したらそこに油を投入します。これはじゃあ普通のチャーハンと同じ。まあ、チキンラーメンにも若干の脂身が入ってますので少量で構わないと思います。あ、本当に一かきぐらい。少量で構わない。あ、少ないね。これを熱していきます。そうしたらさあ、ここに卵を投入です。あ、こちらですね。はい、よいしょ。泡立てたの。お、お、いいですか。いっちゃってくれ、いっちゃってくれ。いきます、全部いきます。よいしょ。いい感じだ。もう美味しそうだぜ、兄貴。オッケー、ここにご飯を投入しちゃいます。はい、お願いします。ご飯投入です。はい、いいですね。はい、ここに投入しましょう。はい、ちょっと2個で置いたらご飯いいですか。よいしょ。はい、こうなったら周りからこうほぐすようにこうご飯にかけるように。あら、卵でコーティングしてる感じだね。はいはい、そうです。なるほど、兄貴。で、やっぱチャーハンがパラパラじゃないと美味しくないから、うん、切るようにね、酢飯を切るような感じでダマを取っていきましょう。あ、なるほどね。あるで手慣れてるね。で、ご家庭のチャーハンって結構パラパラに仕上げるコツはですね、はい、必ずフライパンを持ち上げないこと。あ、そうなの。ちょっとでも火力をですね、フライパンに残しておこう。あ、これこうやってた。やはり中華鍋とかじゃないから。あ、そういうことなんだ。コンロとかガス火力にも限界があるから。あ、知らなかったよ。こうやればやるほど温度下がってるからね。なるほど。いい感じのコーティングできたらもう麺を投入してください。いいの？ OK、 この真ん中空いたところに。よし、いきます。 OK、 超レッパラン。 OK、 OK、 これを満遍なく空いていく。お、これだけだ、アンディ。兄貴、いい匂いがしてきたぜ。いい匂いしてきたろ。いや、本当にいい匂いだぜ。これを満遍なくな、絡めていこう。もう、手慣れてるな、兄貴。これだけで本当に美味しくなるからな。ちょっと待ってくれ、ご飯と砕いたチキンラーメンと卵だけでそんな美味しくできるわけないだろ。いやー、アンディ。なんだい。ちょっとご飯が遅れたかもしれない。アンディ、でもそれを踏まえてワイルドな、兄貴。ワイルドだな。テリボラード、ここはもうあの画廊伝説スペシャル2からもう破けてたからね。そうだな。ワイルドスイーチャーより先に破けてたから、ね、ワイルドスイーチャーだって。いや、できるんかい。ワイルドだろ。 OK、 あ、できたのか、兄貴。完成だ。さあ、もう完成ですよ、これ。だいぶいい匂いだけど。チキンラーメンチャーハンの完成だ。 OK、 じゃあ食べてみてくれ、アンディ。お、いただきます。いや、匂いはすごいね。うん、うまいでしょ。めちゃめちゃうまい。うん、うまっ。これこれ。いや、うまっ。え、本当にこれだけでいいの。そう。え、知らなかった。味付け一切なし、チキンラーメンのみ。そうだよね。何の胡椒も入れてないもんね。うまいよ。あ、うまい。どこまで来てるの分かるでしょ。うん、手入れでもなんでもないけど。どうですか、スタッフさん食べました。おいしい。あ、うまい。ほらね、これうまい、うまい、うまい。うめえ。いやー、これ簡単で作れるわ。いいね。
やっぱチキンラーメンの鶏ガラの脂身とコクがご飯にしっかりコーティングされて、うん、なるほど。これ慣れてきたら、うん、卵の量ださっきのお湯の量をもっとカラカラにしたりとか、それで調整するわけだ。お湯少なめにすればそれだけ多分濃い口になるので、ああ、とこの麺の、うん、カリカリ感、うん、もう残るだろうね。なるほどね。お湯の調整と、あの卵が今回2回2個使ったから卵ふんわりして美味しいでしょ。おいしい。うまっ。うまっ。イエーイ。うまい、これ熱に入ってほしい。あ、やばい。うーん、やべ、完食だ。アンディ、どうだ。アンディ、うまい、完食。チキンラーメンがあれば簡単にチャーハンが5分は夏もんだぜ。なんてワイルドな料理なんだ。次回もいろんなワイルド料理紹介するぜ。 OK、 以上、ご家族とでのワイルドクッキングでした。オッケー、かっこいい、誰きー。